朝が来た第23週大番頭の手のひら第138回あらすじがんすけは朝とお互いの臨死体験について話しますがんすけは朝と梅が手をもんでくれたのを覚えてました新次郎も入ってきます梅がお茶を運んできたので朝と新次郎は気を利かせて席を立ちます二人きりになるとがんすけは あの時は大きになとお礼を言います。梅は、ガんすけさん。シェフハンいたしまへんかと立ち上がって、右手を差し出しました。ガんすけが立ち上がって握手すると、梅は、また会えて、よろしおました。どうかお元気で。無理はやめとくれやすなと言います。ガんすけは、あんたもな。無理はあかんでと梅を抱きしめました。梅は、 南助の胸に顔をうずめます。梅がさよならと言い,い、南助がへえ、さいならと答えると、梅は去っていきました。素敵な場面でしたね。栄達と愛之助が和歌山へ帰ってきました。洋之助がお兄ちゃん、ごめんと謝ると、愛之助はなんでお前が謝ることあんねんな。 お前こそ嫁さんもろたばっかりやったのになと励まします。与野は千代と圭介を見合いさせたいと言い出しました。朝が千代は花嫁修行中だと言うと、与野は一んあの人と千代が一緒にいてるところ見てみなはれ。あの人といる時の千代の顔言うたらもう上、え、へ、ー、顔しててなと言います。漁の助が新兵訓練のため旅立つ日がやってきました。 ほんなら行ってきますと言いますが、説は泣いたままです。初夜、総兵衛たちが、陽之助を見送りました。絶対に帰ってきてほしいですね。晴れ花亭で、ノブは朝に圭介のことを報告しました。圭介は東柳爵の次男で、成績優秀で、今は帝国大学の放課に通っているのです。平次浦は、 子供なんてもんは、手かけて育てていくうちにヒュッと親の手離れていきますのやと酔っ払っていました。一揆飲みしてもう一杯頼むと、三輪が、今日は飲みすぎだすと止めます。圭介について、新次郎は、嫌な男やって思ってたけど、あらなんでなんでなかなかええ男ファンだすわ。腹立つけどなと認めてました。成沢はカレーライスをしっかり食べて、 出かけていきます。店の表で朝は自転車に乗る練習をしますが、転んでしまいます。進次郎たちが見守ってました。続く。